それは突然のことでした。平和で美しい惑星梅星に危機が訪れたのです。絶対にゲーム持ってきてくださいよ、中村くん。うん、さよなら太郎くん。バイバイ、ミオちゃん。急がないとテレビに間に合わないぞ。うわあ、大変だ。へんてこな壺だな。長い旅だったぞよ。嬉しゅうございます。それにしても狭いところだな。よし、スーパーパー。っその方たちのような家来ができて幸せであるぞよ。家来？僕殿下、父上と母上、梅干し王国の国王とお妃だ。よろしくな。何言ってんだ。なんで勝手に上がり込んどいて。ブレアモン。
たちがあんなに喜んでるぞよ。あの辺りに私たちの梅干しがあったんですね。美しい平和な星であった。梅干しが大爆発しちゃって逃げ出すのがやっとだった。もう二度と帰れないのね。いつまでもメソメソしててもしょうがないや。いや、殿下の言う通りじゃ。パンパラパン。これからはこの星で新しい生活が始まるのだ。なかなか良さそうな星じゃないか。それにこの家だって親切そうな家来たちでありまする。チリチリになった梅干し人のためにもこの星に住むところを見つけて梅干し王国を作らなくっちゃ。殿下、その住むところが見つかるまでここにいなよ。僕中村太郎。よろしく頼むぞ。パンパロパーン。あ、それパパの浴衣。王様がどうしてもっておっしゃられるんで。いや、わしは気に入ったぞよ。よくお似合いでありまする。そうだ、お礼にママ殿に勲章を授けるぞよ。え？あれ、抱っこ抱っこ。よいしょ。ね。ミュウちゃんだ。しまった、今日は夏休みプール学習日だっけ。こんにちは。あら、太郎くんのお友達。殿下って言うんだ。友達のミオちゃんだよ。こんにちは。宇宙人さ。何それ。梅干し王国の王子だ。まあ、本当なんだってば。ミヤちゃんだよな。はあ、あ、中村くん。スパッ。フグタくんに三角くん。お前ん家の前に来たら変なおっさんに捕まってよ。親戚みたいですよ。え？おやまあ、へんてこな頭の方ですね。ピンピラパー。おい三角、プールに遅れるぞ。はい。あ、ちょっと待って。無礼者。わあ、弁にしようか。弁か。弁しよう。これで何よりでございます。スパパ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 。父上、母上。懐かしいぞよ、弁にしようが。無事で何よりでありまする。じゃあ情けらや。こんな犬小屋のような狭いところにいらっしゃるとは。失礼ね、犬小山だなんて。ああ、いえ。こりゃカラス、梅干しこっきり触るな。こっきり本が。太郎はまだか。もうじきプールから帰ってくるんじゃないかしら。よし、
迎えに行ってみるか。破れた。地球ってごっちゃごちゃしてるんだな。梅干しとは大違いだ。嘘つくな。本当だってば。宇宙人だなんて誰が信じるもんですか。証拠見せろよ証拠。太郎。どうだい、これが証拠さ。なんで空を飛んだからって宇宙人とは限んねえやい。そうですよ、悲しみが宇宙人なわけねえや。僕はチビじゃないの、梅干し王国の王子、梅干し殿下だ。はあ。本当だろ。ただいま。ママ、冷たいオレンジジュースね。はいはい、僕はアップルジュース。はいはい。パンパルパン、お茶が欲しいぞよ。はいはい、ただいま。ママ殿。はいはい。わらわの大事な指輪が見当たらないのでありまする。指輪。ママ殿。はいはい。まことに恐れ入りますが、私めのパンツを洗ってもらえませんかの。はいはい、お茶はまだかぞよ。はい、わらわの指輪は。私めのパンツを。もういっぺんに言われても困ります。ダッシュ。あ、いや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 、ママ殿のお怒りもごもっとも。では、すっぱらしいものをプレゼントいたしましょうぞ。すっぱらりん。出ました。変わります。スーパーミスカイロボット、強力ゴンスケ号です。ゴンスケ？ゴンスケ。ママ殿の代わりに王様にお茶をお入れしなさい。簡単だ。回ります。踊らせていただきます。こっ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 。だなっぽいぞよ。できました。あんまり飲みたくないぞよ。あ、いや、その長旅で機械の調子がすぐ直しますので。あら、いけない。お夕飯のお買い物行ってこなくちゃ。ママ、ジュースまだ？アップルジュース。あれ？なんだ、買い物行っちゃったか。何してん
だ、紅しょうが。ああ、殿下。いやはやママ殿にお世話になりっぱなしでは申し訳ない。何かお役に立てることでもあればと。だったら、ママが帰ってくるまでに家中をピッカピカに掃除しておいたら喜んじゃうんじゃないかな。おお、素晴らしい。スーパーパー。これが一番だよ。おー、すっきりしたぞ。さてと、ゴンスケ、ママ殿に喜んでもらうんじゃ。わかってるだよ。もういいんだ。美しいお部屋になったでしょうが。冗談じゃない。ママに知れたら。もう我慢の限界。すぐに荷物をまとめて出て行ってください。もう帰れんのかの。きっと無理でありまする。申し訳ありません。中村さんちは大好きだったぞよ。いや、とにかく新しいお城を探さなければ、いや王様。お、あれなら立派な城だぞよ。ベニーグッドですだ。よし。やあ、皆の者、ご苦労ぞよ。大勢の人々に囲まれて梅干し王国を思い出しまする。でもなんだか変な匂いがする。変な動物。ん、こりゃあ、そこから出ていけ。だったのか。はあ、ママ、お茶は3つでいいんじゃないの？え、はあ、つい怒鳴っちゃったけど、今頃どうしてるのかしら。あ、雨だ。窓閉めるよ。ママ、殿下だ。殿下たちだ。殿下。
再現しなくっちゃ。うちは構わないんだよ。そうはいかないんだ。チリチリになったみんなを呼ばなくては。どこかに広い土地はないかな。広い土地ね。広い土地？広い土地って言ってもな。日本は狭いし。だったら外国はどうです？アフリカ！オーストラリア！南極！でもどうやって行くの？だっけ。フォークに任せろって。ところで何をなさっておりますか？梅干し王国の広い土地を探しに来たのさ。あーすぱー殿下、明日が何の日かお忘れですか？明日？あー、今日が王様の誕生日？こんな宇宙の果てで不自由にお暮らしの王様。不自由ですって？あーいやーそのせめてせめてお誕生日ぐらいは祝ってあげとうございまする。じゅわじゅわおじゅわ。そうであった、今日は誕生日だったぞよ。確か去年は影星大統領は宇宙ヨット、つくつく星の大臣は宝石でできた惑星をくださいました。そして盛大なるダンスパーティー。王様、うん、どうしたでありまする？ここは地球だぞよ。よう、みんな、遠い宇宙から来た王様を寂しがらせちゃ地球人の恥じゃねえのか？よっ、フグ田さん、素晴らしいご意見。
ねえ、みんなでいろんなものを持ち寄って王様のパーティーを開いてあげるっていうのはどうかしら。賛成。みんなありがとう。なんだよ、メソメソしやがって。友達じゃんかよ。よし、そうと決まったら準備開始だ。みんな学校中の友達を呼んでこい。王様、お誕生日おめでとうございまする。そう言ってくれるのはそなただけぞよ。あ、ん？ん？王様、バルコニーへどうぞ。え？こちらです。それ！梅干し王国再建もきっと近いことでしょう。